ドクター、君は変わらないね質問があるもしかしてダブリンはまだどれほどの力を秘めているかとかえ私のことが知りたいだけ私は今でもただの影だけどもう姉さんの影じゃないたくさんの人 そしてたくさんの理想がダブリンに火を灯してその光によって映し出された影だよ君の仲間だなんてうぬぼれるわけにはいかない君の周りにはきっと私を憎む人がいるからだけどいつかダブリンがこの怒りの炎を必要としなくなったら私はここに戻ってくる 戻ってきたいのドラコは争いに身を投じる定めであるなんて予言私は認めないだけど姉さんはきっと死の炎で焼かれた大地の結末を見届けるまでいや私が止めてみせるあんなリーダーなんて誰も望まないって知っているから 心がざわつくのドクター私のこれまでの選択は本当にみんな正しかったのかなもしあれだけの命を燃やしてもこの闇を焼き貫くことができなければいや私にはもとより彼らの命を好きにする資格なんてない だけど、「私は歩み続けるよ」「責任を背負ったからには絶対に止まれないんだ」「休みの過ごし方?」「昔も今も本を眺めたり詩を読んだり書いたりするのが好き」「みんなの歌を聴くのも」「私も歌をいくつか知っているけど」 すごくきれいなのに記録に残っていないものだってあるそうだ足の茎で笛が作れるって知ってる火がつけばたちまち燃えてしまうあの雑草が怖がらずにしっかり向き合ってこうやってそっと手を伸ばすこれが人に触れるということ ドクター君が教えてくれたんだこうすれば私の炎が相手を灰にしてしまうこともないでしょう炎と共存する苦しみにはもう慣れているから心配しないでどのみち私の炎は消えないものだけどオリパシーにかかってから 辛い生活を強いられて「愚痴?」「違うずっと理解できなかったの」「命はあまりにも脆くて壊れてしまう要因なんて無数にあるのにその一つ一つに抗っていくつもりなのか」ってだけどやっと分かったんだ。 君たちは抗がっていたわけじゃなくてみんなに普通の生活を返してあげようとしていたんだ」。